こんにちは、カジムです。作詞術を探る夜遊びと夜しか後半いきたいと思います。こちら分析結果になっております。こちらグラフが品質単語トップ10です。数字は曲全体で出てくる回数。また下の表は自分なりにカテゴライズしたものです。これらをもとに比較分析考察していきます。分析は3つとなっておりまして、前回の動画で1つ解説しておりますので、気になる人はそちらを見てください。では分析結果2つ目。二つ目は時間を表す単語に注目しました。夜遊びは未来あの日。夜しかは夏人生でした。さて、一体これはどんな特徴が出ているのか。まずは夜遊びのハルジオンという曲から見ていきます。あの日の二人に手を振れば確かに動き出した未来へ。少し読みほどいていきます。もう戻れない日々の続きにこそ私の未来がある。という意味に私は捉えました。ここから考察したこと、夜遊びの楽曲はあの日から未来への物語になっているなと思いました。前回の動画の考察でもあったように、小説という物語なので、その物語の進め方としてあの日から未来へ進んでいく内容になっているんじゃないかなと思いました。次に夜しかを見ていきたいと思います。夜しかの時間を表す単語は夏人生でしたね。一体これはどんな特徴が出ているのか。夏が入っている靴の花火という曲を見ていきましょう。この曲は宮沢賢治の夜鷹の星という話がモチーフになっているようです。夜鷹は周りの鳥から醜い扱いを受け居場所をなくします。また自分が生きるために他の命を食べる自分に嫌悪し、そして生きることを嘆きます。そして太陽や星のある場所に居場所を求め、空を高く高く駆け上り、最後体が燃え上がり星になったという話です。まず靴の花火一番のサビを見ていきます。夕暮れた色空を飛んで、次第に小さくなっていくのは君のいた町だ。靴の先に大きな火の花が咲いた。心ごと残していこうだなんて思う、そんな夏が見えた。少し読みほどいていきます。もういなくなった君を忘れるために、ここを離れ遠くへ行くんだ。君がいた場所が小さくなる。ふと君との思い出が蘇る。ダメだ、心ごと置いていかなくちゃ。そんなことをこの夏に思った。空に駆け上る真下で火の花、つまり花火が咲く。この花火は君との幸せな思い出そのものを指しているんだと思いました。次に2番。2番は、朝焼けた色。空を舞って何を願うかなんて愚問だ。ずっと下で大きな火の花が鳴った。音だけでも泣いてしまう。なんて思う、そんな夏を聞いた。少し読みほどいていきます。遠くへ行こう。今更君にもう一度会いたいなんて愚かな願いだ。心のずっと奥で君との思い出が聞こえてくる。目を閉じてみても君との思い出は振り払えないのか。そんなことをこの夏に思った。一番は君がいた場所を目で見て思い出していたので、二番では目を閉じてみたけど無理そうだ、という想像をしているんだと思いました。そしてラスト。夕暮れた色、空を飛んで、この星の今さえ抜け出して、真下次第に小さくて消えたのは君のいた町だ。夏の空、大きな火の花が咲いた。いつまででも泣いていたい、なんて思うそんな夏が消えた。少し読みほどいていきたいと思います。今という時間を超え、とうとう遠くまで来れた。もう君を思い出せることはなくなった。君との思い出が溢れた世界で、ずっと君を感じていたいと思っていたあの夏は消えてなくなった。そんな風に僕は思いました。1番2番では遠くへ行こうと思いながら、君との思い出から離れられない、そんな夏を過ごしていました。そしてラスト。とうとう遠くへたどり着き、そんな夏は消えてなくなりましたと。もしたどり着いた場所が死後の世界、つまり主人公が死を選んでたとすると、これは主人公の一生を綴った歌なのかなと思いました。ここから考察したこと、夜しかの楽曲は夏を季語にした人生の和歌みたいな、そんな印象を受けました。ここでもう一つ、なぜ夜しかの品質単語1位が夏なのか、これ結構珍しいですよね。ここをまた古典に私は注目しました。枕草子で清少納言はこう綴っています。春は明けぼの、夏は夜、秋は夕暮れ、冬は勤めて。春は明け方がいい、夏は夜がいい、秋は夕暮れ、冬は早朝がいい。
夜と夏というのはこういう関係があったんですね。つまり夜しかという名前だけあって、夏を最も多用しているのかもしれません。では分析結果3つ目、3つ目は感情を表す単語に注目しました。夜遊びは涙、夜しかは愛でした。さて一体これはどんな特徴が出ているのか、まずは夜遊びの夜にかけるという曲から見ていきたいと思います。涙はがこぼれそうでも、ありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる。少し読みほどくと、悲しいことがあってもこの先二人なら幸せを見つけられると捉えました。ここから考察したこと、どんな涙かというと、未来に進もうとする中にある涙、そういう表現が多いのかなと思いました。はい、では次に夜しかは愛でした。これは一体どんな特徴が出ているのか、春泥棒という曲から見ていきます。愛を歌えば言葉足らず、いふむ因さえも置く、花開いた今を言葉ごときが語れるものか。かっこいいですね。少し読みほどいていきます。本当に愛を語るなら言葉では足りないし、うまく言おうとすることさえ煩わしい、生きているそれだけで美しいんだと私は思いました。ここから考察したこと、どんな愛かというと、人生を読む中で愛を解く、そういう表現が多いんじゃないかなと私は思いました。はい、これで分析と考察は以上になります。それではまとめいきたいと思います。夜遊びになれ、夜しかになれということで、まず夜遊び、シチュエーションは相手と決別するシーンにしましょう。夜遊びっぽく書くなら、あなたがいない世界でなくした未来を歩いていく、あの日の二人にもう手を振ろう、こんな感じがいいと思いました。では夜しかっぽく書くなら、風が吹き花過ぎてゆく、あとどれだけ春に会えるか、君のいない夏がまた来る、こんな感じがいいかなと思いました。いかがだったでしょうか。皆さんもグラフから違う視点で気づくことや何か感じることがあればコメントしてみてください。それではまた次の動画で。